ザ・レジデンス・モルディブスの水上ビラザ・レジデンス・モルディブスの室内ファルーマフ市、島はモルディブ諸島ガーフ・アリフ干渉にある島。世界最大の干渉ガーフ・アリフ干渉に位置するリゾートアイランドで高級リゾート施設ザ・レジデンス・モルディブスが島全体を占める。シンガポールのセネザログループが運営する高級リゾート施設でファルーマフ市島の全体を占める。 審査が厳しく、モルディブでは4つのリゾートしか加盟していない、ホテル協会、ザ・リーディング・ホテルズ・オブ・ザ・ワールドに加盟している。水上ビラや水上レストラン、スパや、ビーチバーなどのリゾート施設に加え、ライブラリーバーやジム、ダイビングセンターなどのレジャー施設を有している。クーダドゥー島から、ザ・レジデンス・モルディブズの運行するスピードボートで10分、程度、フェリーは、 ザレジデンスモレディブセへの宿泊客、または従業員以外は乗船できない。シュトマーレからはクーダドゥ島へ、国内線のフライトで移動する。ありがとうございます。